お疲れちゃんです。ラットです。負け作7日目やっていきたいと思います。ということで、前回ね1300行ってその続きになりますね。で、宝箱結構豪華でもう開けれるかな。で、ヤナメファイボニーしたとかがそんな感じかな。はい、なのでまあタイムウォッチは結構ね揃ってるって感じかな。まああと本当上げていくだけかなっていうので、よいしょ。さあ、まず宝箱から上げていきますか。魔法ですね。これ運良ければなんかウルトラとかワンチャン出んちゃう、俺の引き次第。いや、まあ出ないよね多分。まあ骨野郎が手に入ったっすね。骨野郎が。あ、で、そう、前回パス買ってたんすけど、27か8ぐらいまでいけたんすけど、最後ね35ちょっと惜しくもいけずという感じで、さあパス買ってきます。さあ、これで今期はね早めにっていうか、まあ35は全然楽勝でいけると思います、負けなければ。ということで、引き続きやっていきましょう。まあ次の目標は1600かな。はい。さあ、ということで、タワーレベル7ですね。まあ一応格上と。で、マジで、その、ヤナメをファイブにしたんですけど、どう、最後のタイブレイクでちょっと強くなったのと、わー、ちょっとレベル高いじゃん。まあなんとなく、ミニペック、ファイブの方がいいかなっていう理由で、まあファイブにしたんですけど、いや、マスクあれ殴らねえかな、さすがに。ヤナメの方がいいかもしれない説がね、やっぱスケルトン部隊を考えると、嫌な方がいいんですけど、なんかファイボのレベルはちょっと高いので、せっかくなら使おうじゃないかと。いう感じで、あー、ディガー、いやー待って、この辺からもウルトラ当たり前みたいな。前回もディガー持ち当たったんですよね。まあ、ディガーなのは救いか。これだってディガーじゃなくてさ、普通になんか、アイウィズとかだったらすげー厄介ですよね。ジャイ通んねえし、みたいな。さあ、マスケ、あれはファイボで、さよならできるですね。はい。まあ。うおーい。いや、でもこれ、ファイボ持ってるの激アツだな。で、この辺からの馬場とかも出てくるんで、まあ、そういう相手にはね、しっかりファイボぶっ刺していかなきゃなっていう。さあ、ジャイフタして。で、ミニペッカーを持ってたと思うので、まあ、ミニペプラスのスケまで行ってあげて、まあ、これで相手のミニペをね、無力化したいんですけど、さあ、俺のミニペが無力化されてる。いけ。いや、でもいいんじゃね？いやー、ちえ。まあ。多分負けはしないんですけども、粘られそうですね。とか言うと負けるんですけどね。よいしょ。ウルトラなんか当たり前なのかな？ね。俺も欲しいな、普通に。ウルトラ手に入ったら、それだけで結構無双できると思うんですよね。そう、初期のレベル9なんでね。さあ、マスケティア、ウィズ。いや、あれ、ファイブで2体とも、あの世へ、さよならベイビー。レッツゴーベイビー。さあ、なんか、他の餌も釣れましたね。で、これ、マジ、ヤナメがないのがね、渋いですけど。さあ、いや、でも、ベビードラで頑張れちゃう。いいベビちゃん。いい子。オッケー。で、まあ、スケもね、足してあげて、ミニピも足してあげて、だいたいこれ、ヤナメ系とかないならね、結構、積みの。ああ、オッケー。方ができましたね。さあ、ナイス。まあ、ジャイミニペが一体いつまで通用すんだっちゅう話よね。本当に、ジャイミニペで4000、5000までいけるかって言われると、やっぱむずいので、あー、LSP スタンプかわいい、欲しい。さあ、なんかそこら辺の JK みたいなね、言い方になりましたけど。まあ、同レベぐらいか。鬼の格欲しいな。もうレベル9じゃおうね。まあ、あんま驚かなくなっちゃったっすね。レベル10欲しいね。来たら来たで嫌なんですけど。さあ、まあ、タルでプレッシャーをかけていく。タル9なんだね。さあ、ヒースピー。普段のヒースピーだと、もうエリババスパーキー30種ぐらいのタクになるんですけど、まあ、今とかだったらもう分かんないですからね。なんでヒースピー使ってんのっていう。うわー、怖えー、これ。うわー、普通に嫌だ。さあ、これマスケ墓石で気合の対応したいですね。まあこのマスケが最悪ね、京介のバカに当たるのはしょうがないんですけど、うちぐらいのね天才マスケちゃんはね、もう当たんないですよね、バカにすら。さあ、でもうジャイマスケミニペの単体攻撃。あー、やだめ、欲しいってガチで。これスケルトン部隊の使用率 100% じゃないか、もしかしてね。もう 95% とかじゃないよ、 100%。うん、多分今日ね、全員持ってる、これ。うん。
俺以外、俺が全員持ってるから、100% じゃないね。さあ、584なんで、勝った感は、早いか。開始1分半で勝ちとか言ってるやつはね、ご飯ボコボコにされるんですよ。いや、宝石が勝てえやん。で、ダークブリちゃんがいたっすね。まあ、ジャイミニピでもジャイビビでもいいんですけど、まあ、組んでっちゅう話よね。いやー、やなめにするんでもさ、5-on-5で、なんか最後の最後の困って削り、ピンチの時の防衛とか、すべてをね、こう、なんとかしてくれそうな気がするんですよね。いや、もう、ザップ?タルババかな。本当はね、別になくてもいいかなと思うんですけど、タルババか、絶対に。まあ、ヤナメ5とかでみんなかなって、レベル9なんですよ、こいつが。デシャバリのレベル9なんで、僕のデッキの唯一のレベル9なんで、じゃあ使ってあげなきゃっていう、シャアなしの。いや、僕も使いたくないんですよ。でも、タルババかさ、使え、レベル9なんで。おいらレベル9だよ。ほら、ニョコって。おーい、じゃあ使ってあげるかっていう。あー、なしよね。さあ、これはもう、もらった俺の勝ち。よいしょ、ミニペックをできるだけ召したい男。いや、ダメあったら最強なんですけどね。ヤファイボタル。やりすぎか?もうこのデッキね、マスケビビとミニペとかね、もう外せないんですよね。そう、バランスを考えるときに外せないので、まあ、ヤフ我慢かな。さあ、報酬も受け取っていく。あ、で、これ、もったいないときは、しっかりね、事前に使います。ガチ悩みコウモリ。スワルドカードは、スケかな。まあ、スケは強いんでね。回収。いくよーん。さあ、ドルベ6、ドルベ。まあ、ドルベはもうね、マッチングした時点であなたの負けです。マーク作ではね。普段そんなデシャバったこと言えないんです、僕。今日だけ許して。いやー、俺の方が上っていうね。さすがに勝ったの。モルタで、おい、ハシペ、あれ待って、なんもない。これ逆サイのマスケがさ、あのペッカを殴り始めるとずる。いやー、殴らないか。まあ、ごめん、召してあげたいね。で、ペッカ最短で、じゃあ、行かしていただきます。ジャインマスケ。スケ。もうスケがいい味出してる、なんなら。オッケーいいな。で、俺ぐらいになると、この、単体ミニペッカをね、さあ、端前できる人はね、この世に何人いんのよっちゅう話ですよ。トロ1300で。にゃー、滑り込み。バルキリッタンね。タルでいいか。で、スケルトン部隊持ってますね。いや、ガチで、えぐない。そんなに?スケルトン部隊。まあ、強いよね。使いやすいよね。すべてがいいよね。強い、使いやすい。もうそれ以上にいいことあるか。マルチ上位でも、普通に使われるカードですからね、結局。ジャイ、ゴレ、スケラ、ロイ、ジャイとか、お先だと、もう使用率より増えてるんじゃねえのっていうぐらい。そう、強いカードなんで。まあ、使えるなら使っとけ、みたいな。さあ、マスケビ入って、おじじー。いいね。ペッカはいいですね。宝石もスケもあるんで、その辺はもうね、ぐっちゃぐちゃにできそう。次、魔法ゲットできるわ、これ勝てば。あっち。魔法でなんか世界変わんねえかな。さあ、1386。タラベ、1個目。いや、1個目か。8はね、まだ出会ったことないですね。ちなみに。そう。だから今話題になってるよ、これ。タラベ6でさ、めっちゃ強いやついんだけど、1300体に。あいつやべえよっていう、ちょっと盛り上がってるんだね。タラベ7のあなた。餌になっていただきます。さあ、バルキリーちゃん。おい、さあ、まあ、これは、スケで、まず2回受けます。から、あれ。あー、やばい。待って、出た、ディガ。やばい、ガチやばい。俺、ほんでやばい。わー、やばい。うおー、え、すごい。やぶねー、計算通り。救った。いやー、スケは全員引けないよね。わかる、その気持ち、タルバブ君。いやー、じゃあ、7か。やめほしいな。いや、待って、俺さ、今回普通にやばくね?
ってことに気づいたんだけど、やばいよね多分。一回黙ろうか俺。ちょっとうまい説ある。いや斜めとか飛んでくるとやだ。ふ、いやガチでやばい。ジャイホグ D が守りが大変だ。ふ、いやマジでやばい。本当に笑えないかも。マジでこんなさ緩い感じでさ、マクサク取っててさ、負けましたなんて言ったらさ、笑えないよね。笑えない。生きて、生きたくて仕方がねえ、生きて、生きません。騙されたでしょ今。いやーもうね、いい流れなのよ。やっぱスケートの舞台の周知 100% だな。あー違う、俺が作ってねえから 100% じゃないんだ。さっきもしたやん、その下りっていう。バルキリーがなー嫌なんですよね。ダッククリも、いけ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 、宝石置いちゃって最強宝石でね、これ大体もう攻められないと。俺はもう 100% ディガー拾う男なので。あ、アーチャー引き殺し案件来た。さよなら。マジで、え、なんで耐えてんのお前。まあそれはレベルが7だからだよね。うん、でもレベル6だったら散ったのか前回。さあもうね、ディガー入りませんからね僕のターンに。あ、待って、ガチやばい。本当に何やってんの俺。ちょっと待ってナメプしてるこの状態で。ガチでやばい。え、でも逆に逆にこの両サイ攻めがいい感じになってるみたいな。いやー、たまたまか。やべやべ、本当に怖い。ちょっとだけ怖い、まだ。あー、ファイボの安心感ね。いやー、マスクナイス。よし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 。あぶねー。ちょっと、真面目にせんとやばいっすね。真面目ではあるんですけどね。はい、真面目です。詐欺だぞ、魔法。お願い。お願いだから。めちゃくちゃいいやつくれ。おばちゃん。うわー、ウォールブレイカーとか絶対いらんやろ。さあレアも使ってく。いやー、なんだろうなー、マジで。マスケあげたいけどなー、普通に。マスケにします。で、受け取り、さらにマスケをあげます。ワイルドカードこれ、大変だね。で、ノーマルもあるので、もう好きにぶち込みます。さあ、熱い、マスケ8位。まあ、キョスケとかね、使えるんだけどね。まあ、キョスケでもジャイでもどっちもいいなっていう話よね。ダルブ7。アラビアの方ですかね。読めません。ミミズ。このラバパピースタンプかわいいな。なんかあるけど。うわ、何も出してこない。うわ。ゴブリンバレルをこのタワーにさ、囲める人ってさ、トロ1400からそういうのできるわけ。最初わかんなくない？相手陣地に出せるとか。うわ。渋すぎの渋沢くん。いやん、 A1 来ちゃうこれ。まあ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 、マスケで耐えて。いやー、ちょっとレベル高いね。それだけが怖い。ほんとそれだけね。俺も高い方なんだけどね、結構高い方なんだけどね。その俺よりもはるかに高い。いや、あんま変わんね。よいしょ、いいタル。で、次、バレル来たらサイコ5かな。なんか、ゴブリンバレル、ユニット強で守るとね、マジで、事故るんですよね。エグダメージ入っちゃうんですよね。で、なんか、相手めっちゃなんか、ゆったりだね。これ、飯食いながらやってんのかな。さあ、墓石。おれ。さあ、まあ、形組んでく、さすがに。で、まあ、ベビーかな、ミニペイでもいいんですけど、あ、そうっすね。スケルトン部隊用に。いや、ガチでうまい。スケルトン部隊と同時タイミングでタルババ、ん？ゴブリンバレル飛ばすことによって、まあ、ゴブリンバレルにタルババが使われるだろうと。嫌な目が使われるだろうと。そうしたらスケルトン部隊でね、全部守れるだろうプランだと思うんですけど、甘い。守れません。で、僕はここ、マスケとスケで。いやー、スケがね、これがめっちゃいいんだよね。回転早いのと。うん。いや、今日の俺はね、いつも違うね。安定してる。よいしょ。さあ、
釣りながらのマスケで守ってく。いや、めっちゃいいファイボと見せかけて、めっちゃいいカウンター。やばい、やめてやめて、俺の単体しかいないんだって彼だ。いや、悩みあったよね。そういえばサクッと、いや残ってく。おいらにキングを渡せっつってんだろ。おい、行ってこい行ってこい。ゴブリンバレルはね、そうやって防衛にも使えるっていうのをね、トロフィー1400は普通知りません。さあバレル、じゃなくてファイボー、お願い、どうせなら折らしてくれやっていう話よね。もう俺ぐらいになるとコスケートの舞台行きまーす。ふん、まあ諦めたのか。危ね危ね、読みが外れて恥ずかしいとこだったぜ。もう、いやマジで今日はね、そうだ、負けない、オイラ強いです。さあ、あと2勝で1500ってなんかいいね。結構もう終盤というか、終盤ではねえか余裕でゴリゴリ上盤か。いやでもなんかね、いい感じのとこに来てる気がする。もう2000いけるもんね。そしたらさあ、一旦墓石、安心安全な墓石、ジャイホグ何が来ても止まる墓石、ユニレベル6。ということはですよ皆さん、簡単に言うとイージー、オーケー、めっちゃいい。プレイがね、良すぎるね。さあ、当たり前にノーダメです。オーケー。さあ、このようにスケボーを持っていない人がいましたね。はい。悪か。さあ、ここでは、1500、ダブル6。ということは、勝ち確です。さあ、ケツジャイ君。来る。まあ、ここしっかり守ってっすね。わあ、でも、ジャイン、あれジャインミニペ組める時点でうまいけどな、ケツから。わあ、おー、でも、ああ、来ました、さよなら、コロコロコロー、おめでとうございます。あなた選ばれました。うちのタルババにね。いや、でも、待って、これめっちゃうまいわ、相手。ユニットの出し方がね。まあ、俺の方がうまいんで、危ない危ない。今日はね、調子乗りたラディオが出てくる。うん、まあ、好き、あれ、ファイアボでぶちのめしてもいいんだけど、どうしよう。ゆっくり行きまーす。まあ、薬剤だらミニペで守っちゃっ。僕はね、J はやっぱなかなか出さないんでね。出しまーす。いやー、これはもう、エサよ。このね、口デカドラゴンの餌よ。いやー、タルババがね、転がりたい言うてる。あー、口デカドラゴン頑張る。よいしょ。さあ、今回も、スケルトン部隊持ってない痛みに行きましたね。なので、勝ったんじゃないかい？なんならもう終わらしてくれや。さあ、ヤクザ、ハシマエ、ジャイファイボで、折れなきゃ大ピンチの7。回転早いので回して、タルババコロリンチョ、君いいとこだけ持っていきな。オッケー。さあ、来ました、1500です。1500はやばいね。結構来たんちゃう、結構来たんちゃう。さあ、1000円でカード、宝箱拾ってく。鬼の強敵、うわー、まあちょっと強そうですね。でもやっぱタレベル67でも溢れてますね。8が合流しなくなってきたな。さあ、まあ、ベビー8。ああ、でもユニレベはちょっと全体的にね、8の方ですね。さあ、ちょっとだけね、嫌な。いやー、そういうヒースピね、すごい嫌なんですよ。こっちにヒースピだけ、スケに行ってほしい。オッケー。いやー、このイケニエですね。ジャイは、まあ、しゃあないですね、これは。まあ、でも、このジャイが、いやー、これさすがにファイブ打ちます。僕、ファイブなかなか打たないんでね。何のために入れたんっていう話なんですけど。さあ、まあ、しっかりマスケスケ。大事にいけたら勝てそうな気がするけど、ユニレベ8統一。マスケだけ6と。うん。まあ、ベイビー。あー、これ範囲入るのでかいですね。まあ、なんか攻め手がもう、この辺だと基本的に、ジャイか、ゴブリンバレルか、まあ、ホグか、ゴブリンバレルか、なんで2回言った？うん。ペッカとかも今いたんすけど、まあ、結構限られてるんで、
まあ、それが戦いやすいですね。本当にバルーンとかスケラとかがまだ出てきてないんで、たまにディガーもいたね。そこがやっぱ救いかな。あ、バルキンも6なんですね。じゃあもう、勝ちやん。さあ、しっかり防衛から。もうやっぱ負けたくないんでね、さすがに。一生守りから入ります。まあこれはケツから組んでもそうだけどね。さあ、じゃあいい。さあ4ワードです。削ってく。ジャイマスベビーのジャイベビーマスの、あとはお祈りか、多分することがないので、タルババとか、あ、スケブとか使ってくれたらいいかなっちゅう。さあ、いい感じのファイボーいきます。チリーン。いやー、熱い。いやー、いいファイボー。さあ、ナイス。怒っている。いや、マジで余裕。今日ディガー持ち2回ぐらい当たってるんすけどね。その辺ももうペロッと。タルベナーナー、うん、強敵の香り、謎にね。うわ、やばい、それ普通にやだ。うわ、待って、ガチやばい。墓石もないのと、このサイクルがちょっとやばいですね。やーべー、ウィザードホグ始まえ。いや、これガチでユニレベもちょっと高い。一旦本当にやばいですね。笑えない。やばいよ。いや、いてほしい。いやー、ナイス。ナイス。よくやった。いや、ガチで。結構ピンチ。相手がミニペッカとか持ってるとね、攻めが入んないんだよね。さあ、守っておっきいね。ホグバレルね。いや、ウィザード持ってたな。いや、これいっちゃよかったか。まあまあまあ、無理せずいこう。では、マスクあるでかい。マスクは許容ね。わかるよ、その気持ち。いやー、痛いって。だって、ウィザード8が強えんだ。なるほどね。そういうことか。ウィズ8がマジで火力高を。ふぅ。まあまあまあ。で、スケブも持ってましたね。なんで、まあ、ジャイはね、あんま出さずに、このマスケで稼いでいきたい。なんなら、うん。いやー、これでも、墓石残したいっすね、ちょっと。いやー、でかい。いや、墓石残ってると相手のホッグがほんと通んないので、安心してね。戦える。で、ファイブ削りやっちゃいます。さて、1。いや、いいんちゃう？いや、これよ、これ、これ。俺のしたかったね。ファイブにした理想の立ち回り。ガチでイモルだけ。これが結局強いよね。まあ、ウィズにファイボーぐらい徹底かな。さあ、ちょっと。左か？いや、目もいいんだよ、今日俺。で、ボスキー置いて。まあ、最後、ジャイ出してもいいと思うんですけど、一応、スケブがあるので、まあ、それトップを考えると、まあ、スケブされたんで、もう生き毒っすね。よし。いやー、熱いなー。これ勝てたん結構でかいなー。まあ、負けてたら終わってたんでね。勝たなきゃ、話にならないんですけど。この両サイにゴブリンバレル振ってくるとかもう、もう絶対うまいやつやんっちゅう。オーケー！怖いよー。待っとくね。オッケー。いやー、どっちもいらん。さあ、ということで、いやー、今日も順調だったんじゃないですか？ま、この調子でどんどんやっていきたいと思います。また明日もね、お楽しみに。では。
おつけちゃんでした。